マテルオートレースは、マテル社発のゲーム機で、世界初の完全デジタル携帯型電子ゲーム機である。電源スイッチと操作スイッチ以外稼働機構を有さないが、言動個体は禁章である。1976年に発売されて1977年まで、販売されているが市場での認知は低く、少し後に発売されたマテルフットボールは、販売数が大きく伸びてこれが、 最初の携帯型ゲーム機であるとの錯誤も参見する。本機は512バイトのメモリを搭載し、後に類似や模倣商品が多数発売された。プレイヤーはゲーム開始時に垂直ダッシュ記号の明るい起点でスクリーン下部に表示される自車量を操縦し、スクリーン上部のゴールまで4回到達させて勝利を目指す。加減速は4段階でスクリーン左側。 左右移動は合計3車線でスクリーン直下に配置されたいずれも機械式のトグルスイッチを蓄次切り替えて操縦し他車と接触するとスクリーン下部のスタート地点へ戻されて再度レースへ復帰するまで一定時間待機させられるスクリーン最上部に表示される2桁タイマーはプレイヤーのゲーム持ち時間でゲーム開始時に99秒から減算し 0秒までに4回ゴール到達なければ、ゲーム終了である。54。愛。愛愛。上記は、ゲーム表示スクリーンのほぼ原寸大模写である。は、車線ではスタートとゴール地点、愛は他社は、プレイヤーの自社、上部2桁数字は、ゲームプレイ残り時間である。 宇宙空母ギャラクティカのテレビシリーズに基づく類似ゲームは、プレイヤーは、プレイフィールドの下部に止まりながら、ファイヤーボタンで敵を撃破するが、下部中央へ移動させると破壊され負けになる。ありがとうございます。